聖夜たちがジュデッカへ向かったと聞き、先を急ぐカノン、同じくアテナを追っていたシリュウ、ヒョウガと合流し、次々にスペクターたちを撃破していったが、灼熱の第五国に差し掛かったところで再びラダマンティスが立ちはだかるのだった。三巨頭の貴様がまたまたお出ましとはちょうどいい。雑魚続きで腕がなまっていたところよ。ラダマンティス、聖夜たちはどうした？ペガサスとオルフェはコキュートスの氷地獄に落とした。シュンは？シュンも一緒か？アンドロメダは？いや、あのお方はハーデス様として君臨なされた。何？バカな。それは一体どういうことだ？お前たちにいちいち説明する義理はない。シリュウ、ヒョウガ、先に行け。俺はこの男と差しで決着をつける。いいだろう。さあカノン、黒き谷の時の借りを返してくれるぞ。待て、ラダマンティス。自分だけで獲物を独り占めするつもりか？お前たちはミーノス、アイアコス。ほう、わざわざ三巨頭がガン首揃えてくれるとはありがたい。さあまとめてぶっ潰してくれるぞ。ふん、たった一人で我ら三人を相手にするつもりなのか？よかろう、教えてやるぞ、そのことの愚かさをな。今こそ見せてやるぞ、ゴールドセイントの真の力を。俺に歯向かったことを後悔させてやる。ファイト。このアイアコスがお前を攻撃。三人まとめてかかってこなくて大丈夫なの？俺一人で十分すぎるほど。早いな、スピードが自慢だアイアコス。何を驚いてるんだ？俺の全速力ではない。さすが三巨頭だったと。ゴールドセイントも高速の剣を持っていることを忘れるな。まだ力を隠しているようだな。あまり油断していると全力を出す前に倒してしまうぞ。思い上がるな。ビルカ、押し星の砕ける様。ブロンズセイントごときの野望をくじかれた。なぜこれほどまでの力が。私も驚いている。己の欲望のために正義のために振るう剣、これほどまでに違いがあるのだ。フラエイアナザーディメンション。ウィナー、アテナに誓った忠誠の心、伊達ではない。ありがたい。小手調べが終わったのなら、そろそろ本気で来たらどうだ、アイアコス。なるほど、ラダマンティスが手こずるのもうなずける。体の自由が。あなたはもはや私の忠実な操り人形になったのですよ。切られた。誰ですか、邪魔をした者は。コスモがオーラとなって燃え立つ。あれはフェニックス。フェニックス一騎。手を貸そうかカノン。しかしお前は助けを借りるような男ではなかったな。それよりも一騎よ、思いがけないことが起こっているぞ。お前の実の弟アンドロメダ・シュンが冥王ハーデスだというのだ。バカなことを。シュンは生まれた頃からずっと俺と一緒に育ったのだ。なんであいつがハーデスなものか。ほう、お前がハーデス様の兄貴だ。
ならば安心しろ。ハーデス様はコキュートスのジュデッカにて、パンドラ様がお守りしているからな。なん？パンドラだと？昔、幼かったシュン、謎の女がさらおうとしたことがあった。まさか、パンドラとはあの時の。しかし、そうだとしても、なぜシュンの体でなくてはならないのだ。そうか、わかったぞ。シュンは死ぬ気なのだ。あいつはそういうやつだ。順番を決めろ。どいつからこの俺の餌食となるのか。冥界三巨頭の力、見せてもらおうか。ハーデス様の兄貴とはいえ単なる戦意、死んでもらう。はい、と、よかろう。望み通り相手を斬る。この天遊星ガルーダのアイアコスがな。なるほど、たかがブロンズにこれほどの男がいると。それがどうした。それがどうした。押しのぶ。お前の攻撃をさっき倒せずに見せた。お前を倒せば、その上を行けばいいわけだ。これフェニックス。貴様の死を持って償ってもらうぞ。人思いに葬ってくれ。おりゃおりゃ、やらく機械に有事が。それがどうだ。およくいいな。いいな。この程度の実力とは。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。信じられん。アイアコスほどの男が。次は二人まとめてかかってくるか。何？なんだ。これは一体。体が。消えた。フェニックスの体が。バカな。一体一騎はどこへ。